グロスターはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はマサチューセッツ州グロスターにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。グロスターは海事委任契約の元ウィスコンシン州スペリオルのウォルター・バトラーズ汚染で寄港した。1943年4月15日までは PG-130 と呼ばれた。 1943年7月12日に、エミリー・ケイロスによって、命名、浸水。1943年12月10日に、収益した。成長後グロスターは、テキサス・シュガルベストンで、乗組員の訓練に従事した。1944年6月16日に、第38護衛部隊に配属され、その後アラスカンシー・フロンティアでの任務を命じられた。 グロスターは、レンドリース・ポーに基づき1945年9月4日にソ連海軍に対応された。ソ連では EK-26 として太平洋艦隊へ配備された。その後、1949年10月31日に横須賀でアメリカ海軍に返還され、1950年10月11日に再収益した。 1950年11月27日に、横須賀を出港、韓国に向かい元山、富山、新川、群山で、対戦紹介任務に、従事、1951年1月21日に、横須賀に帰還した。続いて、元山で紹介及び戦団護衛任務に従事し、1951年6月18日に、戦闘に遭遇した。グロスターは、 両艦と共に、元山の固定砲台を破壊した。その後も韓国水域での任務を継続し、1951年11月11日、工場沖を巡航中沿岸砲台との砲撃戦を行う。グロスターは直撃弾を与え、1名を死亡、11名を負傷させた。日本での修理を終え、韓国水域に戻ると、国連軍への支援を継続した。 1952年9月5日に、横須賀に到着し、9月15日に退役した。グロスターは1953年10月1日、日米船舶対職協定に基づき、第8回対応艦として警備隊に対応され、告げとして収益し、横須賀地方隊に編入された。同年12月1日、カエデ、ブナと共に第4戦隊を新編。 第4戦隊は1954年3月20日、佐世保地方隊に編入。同年4月10日、第2戦隊軍に編入された。1957年9月1日、艦籍番号が PF-292 に変更された。1961年12月1日に、アメリカ海軍から除籍 1962年3月15日、第3護衛隊に編入されたが、1964年3月15日、第3護衛隊が廃止となり、佐世保地方隊に編入された。1968年3月31日、除籍。1969年3月31日に、アメリカ海軍へ返還された。ありがとうございます。